田舎に住む私は家から徒歩3分で山に入ることができる。今日の目的は山にある素材だけで絵の具が作れるのか、絵が描けるのか。霜が降りて地面がやや濡れている。今日の天気は曇り。持ってきたカバンは2つ。アウトドア用品と絵を描くための画材だ。もちろん今日は絵の具を持ってきていない。前回手を怪我したので今日は手袋をつけていこう。さすがに冬になると色鮮やかな木の実や葉っぱは見当たらない。枯れた茶色が目立つ。時折赤いものを発見するが、それは誰かが捨てたゴミだったりする。悲しいことだ。歩いていると珍しいものを発見した。ザトウムシ。雲にそっくりだが雲ではない。珍しい虫だ。まずは明るいグリーンを手に入れよう。地面に生えている苔が明るい色だったので採取。近くで見るととても綺麗だ。またしばらく歩いていると赤い葉っぱを発見した。なかなかいい発色をしている。これを 2,3 枚いただく。動画では分かりにくいが、高さ10メートルほどある。ここにある杉の木、少し濃いグリーンだった。素材をすりつぶすのに水が必要だ。ここの水はとてもきれい。水汲みの帰りに赤い木の実を見つけた。2つ3つ頂戴する。トマトのような感覚。絵を描く前にコーヒーが飲みたい。ファイヤーボックスという焚き火台。かれこれ1年以上愛用している。燃焼効率がいいストーブだ。ライターを忘れてきてしまった。マグネシウムしかない。私はマグネシウムで着火するのがとても苦手だ。絶対に無理だと思った。車の中を見るとガスストーブが乗っていた。これでなんとかなりそうだ。
木材が湿っているためか煙がたくさん出ている。さすがにコーヒーに使う水は家から持ってきた。ファイアボックスのいいところは横から気がさせることだ。また縦型なので燃焼効率がいい。カフェインレスのブレインディー。カップはスマルタンのカップ。現実を忘れる。小さいすり鉢を持ってきた。これで素材をすりつぶして絵の具になるかどうか。まずは淡いグリーン、最初に取った苔から。アルミパレット。新しい筆入れもゲットした。1分ほどすりつぶすとやや緑がかった液が出てきた。紙に書いてみる。思ったより薄い。そして濁ったグリーンだ。さらに細かくすりつぶす。少し濃くなったが、大きな変化は見られない。濃くするために杉の木を入れてみる。水分が少ないと擦りにくい。しかし、薄いままだった。すり込めばすり込むほど、ネバネバした液が出てくる。一度乾かしてその上に塗り重ねれば、より濃くなると思った。しかし、濃くならない。素材を乗せて放置すれば濃い色が出るんじゃないかと思った。
放置している間、赤い実を潰す。中からニンニクのようなものが出てきた。皮だけをすりつぶすことにした。結果、こちらもかなり薄い。赤い葉っぱを入れて少し赤みは増したが、大きな変化は見られない。放置していた緑色も取ってみるが、ネバネバしているだけで紙に色は映っていない。ブロッコリーとトマトのお化けみたいな絵が描けてしまった。これでは終われないので、先日描いた木の絵でお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価、他の動画にも遊びに来てください。